BJ のミニ863枠目スナッチャー37枠目イタベラさんにセクハラしてるところからですね。はい、3年 B 組ドンパチ先生さん、サンジさん、黒金さんいらっしゃい。セクハラはしまして、ワコピです。デモンキーだね、ギブスのことかな。バーサさんいらっしゃい。あれ以来見たことはないな。アガトダイモンさんいらっしゃい。ザコ森さんが一番さんいらっしゃい。その男について、その男について教えてくれないか。名前は知らないけれど、よく来る人ね。コスプレタイム以外によく来るみたい。コスプレタイム以外ということは顔覚えてるかもね。よし、メダル、彼女に本部までご同行願おう。ガウディでモンタージュを作るんだ。ダメですよ、彼女を本部へ連れてくなんて。どうしてダメなんだ。ここのマスターも言ってたじゃないですか、彼女は超一流の女優なんです。こんなことがマスコミにバレたら、もう二度と協力してもらえませんよ。何ブツブツ言ってるの。黒金さん、赤戸大門さん、ありがとうございます。微妙な問題だな。面倒ですが、彼女から特徴を聞き出して、私たちでモンタージュを作成しましょう。前回はセクハラしたのに見事全てあしらわれましたね。あしらわれましたね。まず、倉掃除さんいらっしゃい。男の素性。来る時間が不規則だったから、定職のない日とか、フリーターね。私はこの店に来て1ヶ月しか経ってないから、それ以前のことは知らないわ。13個目さんいらっしゃい。その男の特徴をよく思い出してください。スズナさんいらっしゃい。ギリアン、特徴を覚えておいてください。後でこれをもとにモンタージュを作成しますから。よし、わかった。和骨です。ごっつい女性ですね。はい、タカさんいらっしゃい。超一流モデルです。いや、ちょっと待って、メモしよう。はい、いくよ。顔の輪郭、その男の顔の輪郭は、好みの子が出ると好きとか嫌いとか、もう好みは時計を再生されちゃいます。骨張った感じかな。コブラに出てきそうですよね。骨張ってる、骨張ってる、骨張った、はい、森さんが一番さん、ありがとうございます。ああ、そうですね、コブラガールに出てきたわね。確かに。その男の目は鋭い目つきだったわ。威嚇するような鋭い目つき、はい。20個目さんでした。スーナーさん、森さんが一番さん、ありがとうございます。鼻、その男の鼻はシエルさんでした。和紙のように尖ってたわね。和紙花。口は、その男の口は、そう、唇は薄かったわ。唇は薄い。はい。妙見さんですね。髪型は、その男の髪型は、タカさんがあれです。さらっと後ろに流したような感じ。さらっと後ろに流すと。はい。それから、富士美体だったわね。富士美体、富士美体でどんなの。あれだ。男の年齢、その男の年齢は30代ね、きっと。30代。三角型かな。三角ってことだよ。あ、富士山のようにね。よし、いいだろう。どうもありがとう。助かったよ。何かの役に立ったかしら。よしよし、男性、あ、今後の仕事ね。そうね、ホログラムムービーのクランクインが来月から始まるの。そろそろ役作りにはいらないと、入らない、役作りに入らないとね。よし、はい、27個目されちゃい。間違えた、もう男のということだね。今後の仕事、バーチャルリアリティの仕事も一つ入ってるし、総北テレビのトレンディードラマの話もあるし、忙しいんですね。もうここへは当分来れないわね。
どんな男が好みですか？男らしくて頼れる人かな。俺についてこいっていうタイプ。はっきり自分の意見を持ってる人かな。優柔不断な男って大嫌い。ギリアン、諦めた方がいいですね。黙ってろ。じゃあ職業は？刑事さんなんて男らしくてかっこいいじゃん。子供の頃刑事ドラマのファンだったの。まあどんな人でも好きになれば関係ないけど。どさくさ、わらわら。さあ、あとはサインを頼む。そんなに力んでたら肩が来るわよ。サインもくれないな。イザベラ、僕の瞳を見て心を開くんだ。何その臭いセリフ。ああイザベラ、僕は君のことを。実際にそんな臭いセリフ聞きたくないわ。私もっと若い男の子の方が好きだな。脈がないみたいだね。調べるであるな、写真が。この人クジラ料理を食べて気分悪くした人よ。よく覚えてるわ。コブラのドミニク三姉妹のそっくりだよな。参考にしたのかな。かもしれませんね。あしらい慣れとる、わらわら。あ、逃げた。あんた来るところ間違ったようだ。金いいからさっさと出て行ってくれ。33号だね。追い出されてしまいました。あちゃん会社を見せたから。すまないね。うちはお客さんが安心して楽しめる店なんだよ。よし、まあいいや、謝る。申し訳ない、カルファ組だったのは認める。入れてくれないか。そう言われましても今ちょっとさっきのお客さんがいますから。農協牛にされない。まあいいや、とりあえず。よし、じゃあ問題児次に行こうか。しょうがないですよ。とりあえずほとぼりが冷めるまで待ちましょう。そうだな、軽はずみだったな。マスクを取っておこう。モスコさん、あれです。トライサイクルに乗りました。どこへ向かいますか？よし、ガウディ行ってみよう。ジャンカー本部だ。それではジャンカー本部へ向かいます。ジャンカー本部に着きました。どうします？車を降りる。フロントです。ご苦労様ギリアン。どう、捜査は進んでいるかしら？もちろんだ。心配いらないよ。スナッチャーは俺が壊滅させる。ええ、信じてるわ。追い出されてきたところだぜ。コンピュータルームです。よし、私はジャンカー本部マザーコンピューター人工知能システムガウディ。あなたの ID カードを入れてください。ギリアンシードユーザー ID 確認しました。どんな情報が必要ですか？あら、モンタージュはできないの？モンタージュでやるんだっけ。お疲れ様でした。またのご利用。利用してないけど。あら、モンタージュは。あれ、モンタージュで使うのこれ。わこ38個目されちゃう。カード入れるぞ。人命検索じゃなくて、ことからファイル。ことからファイル、ことからだよね。モンタージュでどうやって撮るの？今撮れないのかな？いや、しょうがない。あ、キリアン、捜査の方はどう？バッチリだ。あ、なんかいろいろ増えてるね。
私情報誌花太郎は毎月購読してるけど、そんな店見たことないわ。花太郎有名な店なのかしら、聞いたことないけど。話に聞いたことあるわ。何でもマーケットでしょ。神戸の高架下がベースになったっていう。花太郎って寿司太郎みたいなやつですか。なんだかすごかったよ。行ってきたの。ああ、日本じゃないみたいだった。ジャンが使っていた中国人のタレコミ屋よ。彼がまだサイエンスコップをしている頃からの。話に聞いたことがあるだけ、会ったことはないわ。彼に会って聞いてみたら。かわいそうに、あの子一人ぼっちになっちゃって。ギリアン、彼女の力になってあげてね。なんだか最近はほとんど外出していたわ。スナッチャーの尻尾を掴んだとかで。和骨です。ジャンの机の中から手がかりが出たんでしょ。トーンをされちゃい。詳しいことは、捜査の内容については何も教えてくれなかったから。うん、分かった分かった。いや、ちょっと、ハリーにも会ってみるかじゃ。メカニックルームです。おお、竹はやめじゃ。あんたをジャンと思って頑張るか。いや、早速だが。失礼だ。わしは天国やまだまだいかんぞ。まだまだいかない。実はわしもよく知らんのじゃ。悪いが、正直言うと、よく知らんのじゃ。ジョイディビジョン、どこかで聞いたことがあるな。戦後の闇市のようだった。そうか、わしも一度行ってみよう。おやじさんなら、気に入るよ。ハロルド・ブス・ハロルドのような会話ですね。そうですね。タレコミ屋か、ジャンがそんなものを使っとったなんてな。わしはやっぱりナポレオンなら酒の方がいいの。ハリーも知らないのか。ジャンは秘密を守る男じゃったからの。カトリーン、どこまでも悲しい子じゃ。ジャンはワイフを亡くしてから仕事の鬼になってしまった。カトリーンも寂しかったんだろう。そんな寂しさを紛らわすためにモデルの仕事を。ジャンに似てしっかりした子じゃ。大丈夫じゃろうて。そうか、ジャンは大きな手がかりをつかみかけてたのか。もう少しいちゃったのに、やつも無念じゃろう。まあ、どうですかね。はい、ここに流る。サッチャーが日焼け止めを使うとはな、考えもつかんかったわい。親父も亡くなって、あんたもまだまだ子供じゃの。不審な丸出し男につきまとわれてほんと不憫。やはりジャンのディスクじゃったか。チェスの駒じゃ。これはクイーンじゃな。ジャンの机の鍵だったろ。ジャンのメッセージだったのか。おお、ちゃん。よし、じゃあ局長にもちょっと行っとこうか。局長室です。どうだ、何か手がかりでも掴んだか。何してる。アウターヘブン、天国の外か。まさにこのネオ神戸シティがそうだな。まさかそんな店がこのシティにあったとはな。ジョイディビジョン、知らんな。このシティを象徴するようなところでした。思ったより一般的なところのようだな。ギブスンの使っていた情報屋だ。やつのことはギブスンしか知らん。まあ、クジラ料理の店は知っていたが、この情報化時代にタレコミ屋など当てにはならんと思うがね。会ってみてどうだった。
今のところ何とも言えません。ジョイディビジョンはロックバンドが元ネタですね。ロックバンドですか、ワッチさんにして。どうだ、なかなか可愛い子だったろう。これからは何かと彼女の力になってやってくれ。ギブスンがスナッチャーの弱点を探っていたとはな。ギブスンの使用も無駄にせんでくれ。こうなるとギブスンは奴らに口封じされた可能性が高くなるな。よし、ギブスンのスナップか。この写真で聞き込みをして彼の足取りを追ってみろ。おい、そんなもので遊んでおらずに捜査を続けんか、シード。シードって言われた、シードって。やはり家というのはギブスンの家のことだったか。ギブスンの机の鍵だったか。チェスの駒か。わしはチェスのことはよく知らんのだ。そうだ、ハリーなら知っているかもしれん。スナッチャーの弱点が記録されたディスクだな。ギブスンの考察が正しければ、奴らはその日焼け止めを使っている可能性もあるな。よし、というわけで、そうでましょうか。あー、キリオン、捜査の方はどう？見てた。ジャンの写真ね。キャー、何よもう、私そういうの嫌いなんだから。ダダダのマスク嫌なの。スナッチャーが日焼け止めを使うなんてね。この中にギブスンの操作内容が記録されてた。そのディスクにスナッチャーの弱点が入ってたのね。何これ、私へのプレゼントかしら。そんなんやらないよ。ギブスンの鍵だったんだが、ジャンヌだったのね。それジャンヌメッセージだったのね。あ、そうだ、ジャンヌの家の置けないんだよね。ちょっと車乗ってみよう。気をつけてね、キリアン。あとちょっとギブスン家行ってみよう。それではジャンジャックギブスンの家へ向かいます。ジャンジャックギブスンの家に着きました。どうします？そら車から降りろ。ギブスン家前です。カトリーヌ、俺だ、ギリアンだ、開けてくれ。あら、ギリアン、どうぞ。ギブスンの今です。いらっしゃい、また会えたわ。どうも。あんまり見ないで、お化粧がむちゃくちゃでしょ。あ、この辺同じだね。父がよく言っていた闇市のことだと思うわ。アンティークの掘り出し物がよくあると言ってたわ。半世紀も昔の機種なんだけどね、世界にこれ一台しか残ってないって大事に扱ってたわ。アリスはうちの犬よ。亡くなった母の名前をつけたの。ちょっと待って、色で今の方に、書斎の方に。もう一度書斎を見せてもらえないかな。ええ、ギブスンの書斎です。これがチェスのあれなんだ、チェス版に。クイーンの位置が空いてます。クイーンをディスコしか使えないね。それではもう一度ディスコをロードしてみましょう。和骨です。よし、ベータにして。
14歳のシャワーを覗こうとするギリアン、うん、困った男だからね、ギリアンは。飛ばせないんだ、シャンカーは性癖異常者も入れるって噂になってそう。テストの駒が綺麗に配置されています。なんで駒使えないの、駒使うの後だったっけ、使うはディスクしか使えないよね。駒が使えないんだよね、なぜか知らんかな。あ、そうだったっけ。ギリアン、まさかペガスがあるのですかな。一人で寂しくないか、もしそうなら。いいの、今は一人の方が。ギリアンと二人で暮らしたら大変なことになるかね。アウターヘブンという店を知らないかい。この間行ったクジラ料理を食べさせる店なんだ。初めて聞いたわ、父がそんな店へ行ってたなんて。何か理由があったはず。ギリアンだけ食べたんですよ、自分だけ。ベタルギア食べられないじゃないか、お前。ギリアン、クジラを食べたの？野蛮人、残酷！カトリーン、冗談だよ、冗談。そう、よかった。クジラは近頃どうしてる？ずっと家にいるわ、音楽を聴いたり本を読んだり。食べたけどね。クリスマスウィークで学校はお休み、モデルのお仕事はしばらくキャンセルしたの。だから今は一人でいられるの。ネオ神戸焼きはどうしたの、サミショメタルくん。今は一人の方が心が落ち着くの。まあいいでしょう。食べたさんが食べた、食べたさんが食べた。父がタレコミ屋を使ってたなんて。ナポレオンなんて人、私には一言も。私は行ったことはないけど、かなり危ないところらしいわ。特にあれだね、チェス盤もなんもないな。クイーンの位置が空いてるのに、クイーンの位置に置こうとしないのはなぜだ。なぜだ、ギリアンは。なんで自分でずっと持ってんの、そこに戻そうとしないのはなぜだ、この男は。それを返せよ、まったく。なんで返さないんだこれ。なんで、あー、しまった、しまった。いやー、またやってしまった。危ないところラックスしてかな。やっちまった。プラー、なんでギリアンそのクイーンの駒を持ったままなんだ。やり直すか。大して進んでないから男性の趣味。あ、そうだそうだ。モンタージュ作れなかったんだよね、しかも。モンタージュは自動で作るんだっけ。モンタージュ作れにならなかったよね。はい、顔、目、鼻、
ち髪型よし、これでいいのかね。あとはね、あとはもうでも、ね、あとは男のあれしかないからね。何かするわ。なかったね。ジャンカー書見てたよ。証拠品嫌でしょ。夏の紫外線は。あと4分。ごめんね、知らないわ。何、わからないわ。何？わからないよ。よし、これで全部見てたわ。ごめんね、知らないわ。よし、もう OK。燃える。大変参考になったよ、ありがとう。よかった、それじゃあね。今の情報をもとに、あ、これで、ちゃんとやらないとガウディでモンタージュ作る流れにならなかったんだね。本部のガウディでモンタージュ作ってデータで照合しましょう。モンタージュ写真を作るわけだな。本当はイザベラに本部まで一緒に来てもらえばいいんですがね。仕方ない、後で彼女に確認すればいいさ。これでフラグ立たないといけなかったんだ。ありがとうございました。締めて1万クレジットになります。1万。メタちゃん、何ですかその笑顔は。僕ちゃん財布忘れちゃった。またさっき見ましたよ。経費、必要経費ねえ。メタちゃん、もう知りませんよ。はい、一番クレジット。確かに二度出ましちゃったで。よし、車に乗って。あ、そうだったな。よいしょっと、取ったぞ。トライサイクルに乗りました。よし、じゃあ今度戻って。よし、モンタージだ。お帰りなさい、ギリアン。どうだったソーソは。何か分かった？分かった。今からモンタージだ。コンピュータルームです。モンタージは？カード入れるぞ。あ、来た。モンタージ作成。モンタージモードです。顔の各パーツを選んで作成してください。じゃあモンタージ1回作ってやめましょうか。それではモンタージュ写真を作成しましょう。作成したモンタージュは照合するのコマンドで検索できます。よし、作成。輪郭イザベラは、あ、もうおい、メタルギアが覚えてんじゃん。骨張った感じかなとは言ってましたけど、トウヤさんでしたよね。モンタージュが骨張ってる。2番か3番だろうな。じゃあ輪郭2だな。輪郭2です。ちょっと尖りすぎかな。イザベラは鋭い目つきだったわ。威嚇するようなと言ってましたが、首切り方ありましたね。威嚇するような。3番か6番だろうな。3番だろうね、これはね。名産です。花。イザベラはわしのように尖ってたわねと言ってましたが、1番か3番だろうな。尖ってるんだったら1番だろうな、うん、5番がなんか鼻が面白いね。イザベラって自分のことは知っているんだわし、いやいや、鼻1です。イザベラはそう、唇は薄かったわと言ってましたが、薄いといえば2番か3番だな。2番だろうね、うん、
口にです。髪型、イザベラはさらっと後ろに流したような感じと言ってましたが、さらっとが2番か3番かな。藤の矢三角って言ったら2番だね。これはバッチリだな。髪型にです。ファイルサーチ、作成したモンタージュをアルファビルに照合します。ファイルノットファウンド。モンタージュが間違っているのではないでしょうか。もう一度特徴を思い出してやり直してみましょう。怪しい、怪しいの。なんかお尻みたいなのが輪郭録だね。ここでなんかこんな、まだ漫画のキャラみたいなね。鋭い目つきだったわって言ったよね。わらわら、鋭い目つき。これは2番は絶対バカボンだよね、これね。バカボンだよね。足のように尖ってた。これ絶対これバカボンにしろってことじゃない、これ。あ、違う、間違えた、3番じゃない。わらわら、違うな。絶対花。昔女の子がパーツ組み合わせてキャラ作るのノートに書いてたの思い出します。女の子が女の子が作ったやつ。漫画家になりたかったの。あ、やっぱり。あー、やりました、やりました。5は犬の犬じゃないのこれ。わらわら。それと5番が犬おじさんじゃねえか。先輩から教わってカードを必死に書いて番号を振って何番って言ってもらって出来上がる謎の絵。そうなんです。そんなが流行ったんですかね。よし、じゃあちょっと真面目にやろう。ちょっと尖りすぎたってことだったら3番か。じゃこれはいそう。これもいいね。わらわら。6番これ面白いな。犬じゃないか。口元で全部持ってかれる感じのわらわら。もうどういじっても犬。よし、口が変わった。髪型、よし、これで証拠だ。これだろ。ノートファウンド。髪型が違うのでは。髪型が違うの。じゃあ2番か。ファイルエグゼス、やったぞ。やりましたね、ギリアン。モンタージュ写真の該当者2名あり。1人目該当率 70%、 イワン・ロドリゲス、エアーサーファーアマチュア27歳、住所 SN 軸サウスイタヤド 5-2-2、 中集積情報統制外地域、家族なし。2人目該当率 65%、 データを表示します。フレディ・ニールセン、タクシードライバー無所属29歳、住所 FR 地区ニュー岡本 3-78 ドミトル岡本202号、家族妻リサ25歳。 65% で引っかかるなら髪型違っても引っかかったのでは。そうだよね。モンタージュ写真をプリントアウトします。ギリアン、モンタージュがプリントアウトされました。これがあれば 3D 画像を簡易的に2次元に置き換えたものですが、捜査の役には立つでしょう。さあ、容疑者の氏名、住所も分かったんだ。出かけようか。この2人のうちのどちらかがジャンをやったスナッチャーです。ようやくここまで来たぞ。よし、
ギリアン、容疑者たちを調べに出かけましょうといったところで、今日はおしまいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。PCG ミニ版、スナッチャーは毎週カーブやってまーす。おつ、また来週の火曜日お会いいたしましょう。名前などに所属を日課ウイスキーになる。今日もはい、おでした。おやすみ、はい、おやすみスナッチャー。おでした。お疲れ様でした。おでした。おやすみスナッチャー。おとっちゃー。はい、おつです。おつでした。おつでした。はい、おでした。おつ。おつ。